いよいよ今日からセパ交流戦がスタートします。京セラドーム大阪です。セパ交流戦、オリックスバファローズ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今年も交流戦が始まりましたが、近年はこの交流戦がペナントレースの行方にも大きな影響を与えてますよね。そうなんですよね。この交流戦の貯金が後々大きく影響するんですよね。そうですよね。そんな大事な一戦がスタートします。まずはバファローズの先発松葉が京セラドームのマウンドに上がります。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。ジャイアンツの攻撃、バッターは長野。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。これから約5週間にわたり1カードホーム2試合、ビジター2試合で12カードの対戦が行われます。さあ今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。続くバッターは片岡。得点圏にランナーを置いて初回からピンチを迎えますバファローズ。小宮山さん、初回からピンチを招いてしまいましたね。まあね、こういう場合はボールになってもいいぐらいの気持ちで厳しいコースに投げ込みたいですよね。なるほど。さあ注目です。アウトコースの球、バットが泳ぎます。あっという間に2ストライクです。アウトロー外れます。外外れてボール。見送っています。低めてくれればというようなボールでしたが見送っています。3ボール2ストライク、フルカウントとなりました。打ちました。足立一塁送球、アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー二塁になりました。ここでクリーンアップに回ります。ピンチを迎えていますバファローズ。ただ小宮山さん、まだピンチは続きますね。焦ってストライクゾーンの甘いコースに置きに行くのだけは避けたいですね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。インコースに持っていきました。ノーボール2ストライクです。ボールになります。インコース、これは外れます。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。ツーアウトになりました。ご覧いただきましょう。空振り三振を奪いました。ここで打順は4番に回ってきました。ツーアウトランナー二塁です。いや小宮山さん、ここは踏ん張りどころですね。どんないいピッチャーでもね、初回っていうのは不安がありますからね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。なるほど。さあ注目です。インコースボール、打ちました。痛烈、切れました。ファールボール。この球は見ます。
空振りで三振を取ります。スリーアウトチェンジ、ご覧いただきましょう。空振り三振を奪いました。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを潰しました。小宮山さん、普段対戦しないチームと対戦する際のポイントといえば何でしょうか。まあどうでしょうね、スコアラーが持ってきたデータをいかに有効に活用できるかというところが勝負の分かれ目になるのかなという気がしますね。なるほど。さあ、そのデータを有効に使うことができるか。ヘルマンが入ります。裏の攻撃になっていきます。西さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。うん、そうですね。相手の先発も緊張してるでしょうから初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。低いコース決まりました。インコース外れています。打ちました。取りました。一塁送球アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている木田。まずはワンアウトを取っています。マウンド上大竹、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。外、わずかに外れた。ボール先行です。ボール2ストライクです。緩いボールを持ってきました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。外れてフォアボール。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。さあ、貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。フォアボールのランナーが出ています。初球軽いです。を持ってきました。この球は落としましたが決まりません。ストレート、ツーボールツーストライクです。目の際どいところですが外れています。フルカウントです。
2アウトになりました。バッターボックスには指名打者のペーニャ。2アウトランナー1塁です。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インサイド落ちました。バファローズチャンスになりました。ツーアウト二塁一塁。ヒットでランナー二塁一塁。日産ツーアウトながら初回から先制のチャンスを迎えました。まあ、確実に行きたいところですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。手を出しませんでした。打ちました。大竹一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。バファローズ2者残塁です。ため息に包まれた京セラドーム、得点は奪えませんでした。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打順は5番阿部。さてバファローズの先発は松葉。最初は変化球できました。ボールになります。ストライク、追い込んでいます。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックスは6番ロペス。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球わずかに外れてボール。打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。2アウトになっています。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。これは決まった。ノーボールツーストライク。
塁アウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。0対0、同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックス坂口。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですよね。高めに外れます。外れてボール。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。ワンアウトです。まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。一塁そのまま入ってアウト。ツーアウトランナーありません。高めの変化球から入りました。2球目打ちました。坂本が抑えて3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。2回の裏0対0同点です。3回の表ジャイアンツの攻撃、バッターは DH 高橋。小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの敵じゃないですかね。そうですよね。小宮山さんからお墨付きをいただきました。変化球が決まりました。あっという間に2ストライクです。一塁そのまま入ってアウト。まずはワンアウトを取っています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。低めの変化球です。
3球目打ちました。この当たりはどうか、一塁線落ちてフェア。バッターランナーは二塁まで進みました。さあ1番に戻ってきましたバッター長野、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。小宮山さん、ここは粘りの投球を見せてほしいですよね。とにかくしっかり腕を振って投げ込むことですよ。なるほど、さあ注目です。アウトコース外れます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打った、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点を先制しました。1対0。序盤から試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。2番バッター片岡、バファローズこの回先制点を許しています。小宮山さん、後続は確実に断ち切りたいところだと思うんですが、まあ点はやりましたけど、ここでしっかり抑えたいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。スライダー外れます。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。切れていきます、ファウル。これもファウル。打ちました、これはどうだ。ツーアウトランナー一塁、打順は3番坂本。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。打ちました、切りました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。低めはこれは入っていました。フルカウントになっています。外れてフォアボール、結果はフォアボール。ピンチを広げました。いやー、今のはもったいないですよ。バッターボックスには4番村田。初球ストライク、2球目打ちました。ショートうまくさばいてセカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。しかしこの回ジャイアンツ先手を取りました。1対0、ジャイアンツ先制です。3回の裏、追いかけるバファローズの攻撃、バッターは9番に入っている足立。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか。もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、まあ、そんなボールがキレがいいということですね。なるほど、先頭バッター出ました、バファローズ。ノーアウトランナー一塁です。ヒットでランナーを一塁に向けています。最初は変化球持ってきました、ストライクです。
盗塁失敗。積極的に狙っていったんですが、ここは阻止されてしまいました。3球目打ちました。レフトバックする、バックする、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。続くバッターは平野、前の打席ではファームを選んでいます。切りました、ファウル。フェアならば同点かというところでした。インサイド打った、サードの抜けた、セカンドランナー帰れば同点。レフト前ヒット。さあ逆転のランナーも出塁します。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。外れた。スタンドファウルボール。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。ツーアウトになっています。そして迎えるバッターは DH ケーニャ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球空振りです。外へ持っていきましたが入りません。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン。バファローズ同点。1対1。なおも二塁一塁のチャンス。打順は5番に回ってきます。バファローズこの回同点に成功。攻撃は続いています。西さん、ここは勝ち越したいですよね。センターへ持っていった。これは大きいぞ。フェンス直撃。ファーストランナーセカンドランナーと蹴った。セカンドランナーホームイン。バファローズ勝ち越し。2対1になりました。さあリードしました。さあ勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。勝ち越しはしましたが、まだまだ序盤分かりません。打席には6番バッター坂口。最初は変化球できました。ストライクです。見送りました。ストライクです。ノーボール2ストライクです。3球目外れました。打ちました。これはどう。ショートの横抜けた。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。3対1。バファローズ2点リードとなりました。さあご覧いただきましょう。見事なタイムリー。早くも流れを確実なものにしようとしています。7番バッター徹底。バファローズこの回追加点。点差は広がり、攻撃はなおも続いています。西さん、ここはリードを広げておきたい場面ですね。まあこの辺りで追加点が入ると理想的なんですけどね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。変化球低めに持ってきましたがボールになります。ボール先行です。高めの変化球は決まりません。ストライクが入りません。ここは1球見ました。
しました。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。これで2アウト満塁。点差を開いていけるんでしょうか。いや本当にね、価値あるフォアボールですよ。よく見ました。チャンスが広がります。まず際どいコースをついてきました。釣り玉、しかし誘いには乗りません。これは見送ってボール。請求していきます。追い込みました。外のボール打っていった。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。3回終わって3対1バファローズが逆転しました。回は4回の表に入っています。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは5番阿部。初球大きく外れています。打ちました。アウト、ワンアウト。打順は6番ロペス。先ほどの打席はファールフライに倒れています。高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。高く上がりました。キャッチャーが落下点に入ります。バッターボックスは7番アンダーソン。初球は変化球から入りました。これは決まった。ノーボールツーストライク。空振り三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1バファローズがリードしています。バッターは9番安達。先ほどの打席でヒットを放っています。初球空振りです。変化球入りました。あっという間に2ストライクです。少し浮いてしまいました。ファウルになります。高め外れました。
打ちました。これはどうか。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコースに送っています。ランナースタート。キャッチャーを投入して盗塁成功。盗塁を見事決めました。打った。セカンドダイビングキャッチ。一塁アウト。ファインプレイ。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。バッターは悔しいでしょうね。ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですが、ダイビングキャッチに阻まれてしまいました。2番バッター平、先ほどの打席でヒットを放っています。初球グラブ弾いた。自分で拾ってそのまま入って一塁アウト。ランナー三塁は変わらず。打席には3番バッター糸井。初球空振りです。ファーストの右、そのまま入って一塁アウト。これで3アウト。バファローズサードランナー残塁に終わりました。4回終了3対1バファローズがリードしています。5回の表にゲームが進んでいきます。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターは今日 DH に入っている高橋。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。際どいボール外れました。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打席には9番バッター松本。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。初球はストレートから入りました。外に逃げていくボール、よく見ています。見極めています。これはボール。ワンアウトからランナーを出してしまいました。小宮さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。アウトコース、ボール。膝元へ持ってきました。
センターに抜けました。三塁へ。これで3打数3安打の猛打賞。ランナー三塁一塁となりました。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。小宮山さん、ここは抑えてリードを守らなければなりませんね。そうですね、この展開ですから中盤のピッチングが大事になりますよね。そうですね。さあ、ここはしっかり抑えていきたい。決め、空振り。ここはあっという間に追い込んでいます。惜しくも外、ボールになります。これでフルカウント、ランナーはどうするでしょうか。ここは投げ勝ちました。2アウトになっています。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんがどうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。外の球打った、セカンドの右、取った、一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。3対1バファローズがリードしています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。西さん、回を追っていくごとにバッターとしてはこの辺りからどうでしょう、タイミングをつかみやすくなってくるということはないんでしょうか。まあそろそろね、目も体も非常に慣れてきて、よく動いてくると思いますよ。ではその辺り注目していきましょう。打ちました、センターへ抜ける。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打ちました、ショートが取る、セカンドフォースアウト、1塁送球アウト、ダブルプレー、ランナーいなくなりました。アウトコースに送っています。打ちました、これはどうか、ライト弾く、ボールを拾って、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。インサイド見送っています。バッター一二塁間を破る、今日の初ヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは8番伊藤、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずは変化球、3点に広げました。さあ、まだまだ得点のチャンスは続きます。
徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。打順は9番足立、今日はここまでマルチ安打を記録しています。初球打ち、ヒットになった、バックホームする、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。5対1、バファローズなおも3塁1塁のチャンスです。打順は1番に帰ります、バッターヘルマン。初球見送っています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。5回終わって5対1、バファローズのリード広がっています。これから6回ジャイアンツの攻撃です。一方バファローズはこの回からピッチャーが変わります。前田が2番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあマウンドを任されたのは前田。さあ小宮山さん、この場面での登板ということになったんですが、点差がついてますから余計なことは考えずにバッターだけに集中してほしいですね。そうですね、まずはしっかりと抑えていきたい。ファウルになります。目外れました。3ボール2ストライクです。打ちました。アウト、ワンアウトです。バッターボックス阿部、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。初球ボール、打った、下がっていく、下がっていく、ぐんぐんだ、入ったホームラン、ソロホームランが出ました。バファローズ痛い一発を浴びています。バファローズ点差を詰められます。5対2になりました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。バッターボックスには6番ロペス。初球空振りです。打ちました。アウト、ツーアウト。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。ボールになります。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。これが今日の初ヒット。2アウトランナー1塁、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。アウトコース外れました。
決まっています。スライダー追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。5対2、ジャイアンツが追い上げを見せています。6回の裏、バファローズの攻撃です。一方ジャイアンツはこの回からピッチャーが変わります。笠原が2番手としてマウンドに上がります。ヘルマンが入ります。さあマウンドに上がったのは笠原。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。インコース、ストレート決まっています。際どいコース。ワンボールツーストライクです。引っ張った、サードうまくさばいて一塁送球アウト、ワンアウト。バッターボックスは2番キラ。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。切りました、ファウルボールです。空振りになります。ノーボールツーストライク。この球は外れています。打ちました。しかしショートライナー、ツーアウトになっています。最初は変化球できました。47キロ。ワンボールツーストライクです。アウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。6回終わって5対2、バファローズがリードしています。どうぞご声援ください。これから7回ジャイアンツの攻撃です。そしてバファローズはこの回からピッチャーが変わります。背番号15、佐藤が3番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになっていますか。まあ、あとはブルペン次第ですよね。繋いで繋いでということでしょうか。継投のタイミングにも注目したいと思います。この球は外れています。ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。
インコースボール。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。ワンアウトです。まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。サードが取る。一塁送球。おっと、送球が取れた。ワンアウトランナー一塁となりました。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか？いやー、今のはもったいないですよ。バッターボックス片岡、今日は盗塁を一つ成功させています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。大きく外しています。インハイ際どいコース。ファーストランナースタート。ヒットエンドラン。入れました。ファールボール。打ちました。セカンド取る。セカンド送球。二塁アウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスには3番坂本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。ファウルになります。アウトコース。ワンボールツーストライクです。豪快なスイング打ちました。打球はレフトへ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。5対2バファローズがリードしています。バファローズラッキーセブンの攻撃になります。バッターはペーニャ。今日はここまで猛打賞を記録しています。西さん、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いや、もちろんですね。この辺の1点2点というのは非常にチームにとって大きいですよ。さあ、その1点取ることができるんでしょうか。見送りました。ボール先行です。インハイ決まります。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。空振り三振。ワンアウトです。今日は守備で交代してそのまま出場している山本。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。このボールには手が出ません。ストライクです。147キロ。ワンボールツーストライクです。
しました。外れます。アウトコース打ちました。片岡が掴んで2アウト。6番バッター坂口、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。豪快なスイングは空振りになります。インコース見送ります。あっという間に2ストライクです。低めの変化球は決まりません。打ちました。取ってスリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。7回終わって5対2バファローズがリードしています。これから8回ジャイアンツの攻撃です。一方バファローズはこの回からピッチャーが変わります。背番号20マハラがマウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあマウンドを任されたのはマハラ。初球打ち、マハラ抑えてワンアウト。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。よく見ています。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは6番ロペス。今日はまだ当たりがありません。空振りです。こちらボール、ワンボールツーストライクです。コースを落としました。ファウルになります。変化球空振り、3アウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対2バファローズがリードしています。8回の裏バファローズの攻撃です。そしてジャイアンツはこの回からピッチャーが変わります。青木が3番手としてコールされています。鉄平が入ります。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。
さあマウンドに上がったのは青木。初球空振りです。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。送ります。取りました。一塁送球します。アウト。ワンアウト。送ります。成功。ワンアウトランナー二塁となりました。ちょっと突っ抜けた感じです。ここに転がさないと。今日は守備で交代してそのまま出場している原。ツーアウトランナー2塁です。リサ、ランナーをホームへと迎え入れたいですね。ここで点が入ればね、そう簡単には追いつけませんからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。追い込みました。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。三振で攻撃を終えました。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。8回終わって5対2、バファローズがリードしています。9回最後を締めるのはもちろんこの人です。バファローズの守護神キラ。声援を背負っての登板となります。バッターはアンダーソン。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。最終回のマウンドに立つというのは小宮山さん、やはり緊張感が違うものなんですね。まあ、そうですね。もう本当にかなりプレッシャーもかかるような感じになりますからね。なるほど。ストライク。ノーボール2ストライク。大きく外れてボールになります。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックス高橋。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。まっすぐで空振りを取ります。153キロ。打ちました。足立。ツーアウトになりました。ビハインドの場面ですが、ここはジャイアンツもちろんこの人を送ってきます。
バッターボックスには代打の矢野。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、リードはしてますけど、ここで点を取られると流れが変わってくるかもしれませんからね。そうですね。これで3アウト、試合終了になりました。試合を制したのはウィッグバファローズです。西さん、ホームで迎えた初戦、見事取りましたね。うん、そうですね、いい試合でしたね。まあ、交流戦の第1戦、とにかく取るということを目標に置いてたと思うので、非常にいい試合でした。その流れ、明日も続けてほしいと思います。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように交流戦初戦はオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。お確かめの上、お帰りくださいませ。